www.videonews.com。弁護士の増永です。私の方から、今日違憲状態判決が最高裁大法廷に出たということをご報告いたします。で、この違憲状態判決を受けてですね、非常に嬉しいのか、がっかりしたのか、ということなんですが、私はですね、非常に重要な違憲状態という判決が出たということは、今の日本にとって極めて重要だというふうに、深刻かつ重要な話だと思います。問題はですね、違憲状態判決というのが、深刻だと、重大なんだと、大変、憲法上重大問題なんだということが報道されてないことがむしろ僕は問題だと思います。違憲状態というと違憲無効と違憲違法と違憲状態、それから合憲と、この4つの段階で分けるとですね、下から2番目に来るわけですから、どうも残念だったねというふうに評価、うっかりすると評価しがちなんですが、これは違憲状態っていうのは大変な憲法違反の問題、憲法違反だということを言ってると同じことなんです。これはどういうことかというと、去年の12月14日が衆議院の投票日でした。12月14日で、その時の12月14日の選挙の選挙区割は憲法の投票価値の平等の要求に反する状態であると、こう明言したわけですね。気をつけていただきたいのは、その違憲状態だという日がですね、特定されていることです。去年の12月14日という投票日に違憲状態だったと、こう言ったわけです。じゃあ違憲であったと、12月14日に違憲であったということと違憲状態であったということは何が違うか、何に違わないわけですよ。投票価値の平等に反する選挙だったということには全く同じなんです。ただ違憲状態の場合は最高裁のロジックによると、違憲状態と言われても国会は合理的な裁量期間があって、その間に悪い違憲状態と判断された選挙区割を憲法の要求に合うようにする合理的期間を持っている。その合理的期間がアウトとかしてしまうと、これは違憲、違法になります。違憲になります。だけど、その違憲、合理的期間を溶かしてないんであれば、去年の12月14日に違憲状態であったという選挙は合憲になりますと、こういう小学生だと理解できない理屈を立てている。お分かりになりますでしょうか。問題は12月14日の選挙が違憲かどうか問われているわけです。それでかつその点については憲法98条1項という明文があって、憲法の条項に反する国務に関するその他の行為はその効力を有しないという明文があるわけです。98条1項見ていただくと分かりますけど、となると去年12月14日に憲法に反する状態であったという選挙はその効力を有しない、
憲法の規定によるとこれは無効でなきゃいかんわけですよ。その効力を有しないというのは効力を有すると解釈する日本人はいませんから、それを裁判所はですね、憲法に違反する状態であってもその判決を見て最高裁がの判決が出たらその後最高裁は国会は最高裁の要求に合うように法律を作って改正する余裕がありますと、余裕がとかしてなければまだ余裕が残ってるんであればそれは無効にしません、こう言っちゃってるわけです。だけどこれは憲法98条1項の憲法の条規に反する国務に関する行為はその効力を有しないという明文に反してるわけです。だけれども最高裁はここで重要なんですが、最高裁は去年の11月の参議院選挙の選挙で最高裁大法廷が判決がありました。で、違憲状態と書いた裁判官5人いまして、その5人の裁判官は違憲状態の選挙で選ばれた国会議員は国会活動の正当性がない、国会活動を行う正当性がないと明言しているわけです。違憲状態、もう一回言いますと、違憲状態で選ばれた国会議員は国会活動をする正当性がないと、こう明言しているわけです。ということになると、今の安倍さんを含めてですね、国会議員は国会活動、違憲状態の選挙で選ばれた人たちですから、国会活動をする正当性がない。この正当性のない人は、来年の7月の参議院選挙で、3分の2の2を与党側が取れば、あるいは改憲が野党の一部改憲に賛成する人が参加して3分の2になれば、これは憲法改正をする、こう現在公に報道されているわけです。記者会見で安倍さんは言ってるわけです。ということになると、国会活動をする正当性のない違憲状態の選挙で選ばれた国会議員が総理大臣になって、その総理大臣が公の記者会見の席で来年の7月の参議院選挙で3分の2を取れば、国会の発議をして憲法改正する、これは驚くべきことなんです。だけどこれは最高裁、今日の最高裁判決で今衆議院に小選挙区選挙で選ばれた人たちは違憲状態ですとこう言ったわけですから、明言したわけですから、この人たちは国会活動をする正当性はないということを今日の最高裁判決で言ったわけです。だからこの違憲状態判決というのも非常にがっかりだったねと軽く捉えることがどうかという報道の姿勢によると思いますね。この違憲状態判決というのは結果的には無効にしたいんだから、これは良かったねと、がっかりだったねと、だから国会活動していいんだねと、こう理解してるけども、憲法98条1項は憲法の条規に反する国民に関するその他の行為はその効力を有しない、無効だと言ってるわけです。だから本来憲法の条文をルールだと言うんであれば、これは裁判所はルール通り無効と判決しなきゃいけない。それをルールを無視して
件状態だけど合憲であるというわけのわからん判決を今日も出してしまった。だけどこれはしっかりですね、その前半部分が一番大事なんです。憲法違反の状態である、すなわち去年の12月4日14日というのはその特定の日において憲法違反か憲法違反でないかというと違憲状態というか違憲だと言ってるわけですよ。その特定日、違憲状態っていうのは違憲の日が1日だけじゃなくて何日も続きますよっていう意味ですからね。問題は12月14日、去年12月14日、特定日に違憲かどうかということが今日の裁判ですから、この特定の日を挟んで前何ヶ月か、後ろ何ヶ月か、これ違憲状態がずっと違憲状態まんま続いてますよというんであれば、これは特定の日をじゃあ違憲なんですか、合憲なんですかというと、これ違憲に決まってます、ね。これ日本語です。それを違憲状態とはっきり言った。これをやはり違憲状態ということの重さ、重さは何かというと、憲法98条1項によって、憲法の要求に反する国務に関する行為は、その効力を有しないと明言憲法にしている。明言されている憲法の。である以上、この人たちは国会活動の正当性がないということである。ただそれは私や久保利先生や伊藤真さんが言ってるだけじゃなくて、伊藤真先生が言ってるだけじゃなくて、最高裁判事5人の最高裁判事が去年の11月の大法廷判決、判決文の中で違憲状態選挙で選ばれた当選した国会議員は国会活動を行う正当性がないんだから、来年平成28年までの次の選挙までは選挙法を改正して正しい選挙の憲法に合った選挙をやることを要求されているとこう言ったわけですね。ということは28、来年の次の選挙までいいかというとそれは良くないわけですよ。違憲状態のまんまだって平成27年28年まで続くわけですから、正当性がない人が今国会活動をやり、その方々が憲法改正をやろうという非常に重大なことになっている。私の方からこれだけどうぞ。はい、弁護士の久保利秀明です。すいません、私の方から若干違う観点からご説明をしたいと思います。今回の判決はですね、大変興味深いのは、確かに法廷意見というのは9名の名前で出来上がっているわけですけれども、それに対して実はお一人、山本さんという元の法制局の長官は回避をしています。ゼロ増5減に関与したということで回避していますが、彼はもともと前の大法廷判決では違憲無効というお立場でした。おそらく今回避をしなければ同じ結論だろうと思います。でそれ以外にも大橋裁判官、そして木内裁判官、この方々は違憲選挙無効だとこう言っています。木内さんは12選挙区に限ってありますけれども、その選挙区は選挙無効だとこう言っています。そして鬼丸さんは違法宣言というタイプでございますけれども、この人ももともと一人一票ということに非常に強くこだわる人でありまして、一人一票の価値が同一できる限りこれにしなければいけないということをずっとおっしゃっています。そういうお三方がいらっしゃり、回避をした山本さんがいて、そして千葉裁判官は補足意見を書いています。でこれはまあ法廷意見と同じ多数意見なんではありますけれども、それに補足意見を書いています。その補足意見がとっても面白くてですね、この正当性、今松永弁護士が言いました正当性ということに強くそれを主張しておられます。すなわち最近の今の政治状況は非常に国民各自が自覚的になってきた、そういう中で政治の正当性、
あるいは政府内閣の政策活動の正当性が厳しく問われる。すなわち各議員が正しく国民の声を反映した選挙により選出されたのかどうかということが国民の間で深刻に意識されるようになってきた。こういう認識をお持ちなんですね。で、そういう中で一人一票を予定しているのが憲法であり、それを 2.129 倍というものは違憲状態というのはそれは正しい。自分もそうだ。で、そういう意味で人口比例原則というものをしっかり守らなければいけないし、そして今回の25年改正法は弥補策である。要するに、継ぎはぎだ。で、本当の問題点をことするような、塗り固めるような、そういう小さな工夫をしただけの話であって、これは本当の解決にはなっていない。で、そして、常時格差が課題とならないような選挙区割りがほぼ自動的に変更修正されるようなシステムの構築が望まれる。で、余計な話です。そうなれば定数訴訟ないし選挙無効訴訟はその役割を終えることになる。我々の立場まで考えてくれてですね、もうそういう訴訟はいらなくなるんだということまでおっしゃってくれています。で、そういう意味で見ると、ここに一人一票に賛成として2人が上がっています。で、反対としてそれ以外の人がいますけれども、実際は必ずしもそうではないんです。その一人一票に反対とはっきり言った人は実はこの中にはあまりいません。一人一票ではいけないなんてことを言った人はいない。そうではなくて、2倍程度ならいいんじゃないのという人もいますが、逆にここに書いてある大橋さんや木内さんは2倍を少しでも超えたらばこれはダメなんだ、こういう厳格な2倍ルール、 0.5 票ルール。それは一般的に言うと、昔から日本の憲法学者の代表者である芦部さんがずっと言ってきた 0.5 あるいは2倍を超えたらば、2倍以上になったらば、一人の人間が2票を持つという複数投票権、これは後進国でやって、国連が査察団を入れたりなんかしてやってるのは、一人2票を持ったらその選挙ダメなんですよ。それと同じだからということで、もう2をはるかに下回らないとダメですよということを言っている人たちが何人もこの中にはいます。それは場合によると1までいくかもしれません。で、そういう意味で今回の意見というのは実は非常に、よく読んでみるとなかなか眼蓄がある。すなわち今のような勝手に閣議決定をやり、国会の多数だと言って全く憲法そのものも無視するような形の行動を政治がやっていれば、これは国民からソース感を食いますよ。だからそのためにもちゃんとした選挙制度を作ってくださいねということを言っているわけで、まさに司法と立法との間のキャッチボールが今始まっているわけです。真剣に受け止めてこれを立法府が変えないと、これは大変なことになるというメッセージを今日の最高裁大法廷判決は出しているというふうに私には思います。そういう意味で、違憲無効が何人いたとか、違憲宣言がどう出たとか、違憲状態が何人だということよりは、おそらくこの大法廷は今の日本の政治状況に対して強い危機感を抱いているというふうに思われます。そういう意味で我々はここからまたスタートしていく。現に今の参議院議員、この人たちはみんな違憲国会議員なんですね。で、来年半数、7月に半数が改選されるとしても、残る半分はこれ全員違憲国会議員なんです。そして今回いる衆議院の国会議員の小選挙区選出の人はみんな違憲国会議員なんです。そういう中で憲法を変えたり大変なことができるんだろうか、そんな正当性はないよというのが今日の大法廷のメッセージだというふうに私は強く受け止めました。ということは、皆さん方メディアもこのことをしっかり伝えていただいて、国民が素晴らしく自主性を持つようになってきた、そして国会議員の正当性に大きな疑いを持つようになってきた、この流れで国民主権国家というものは作られていかなきゃいけないし、それは日本国民のが自分の国を
どう作っていくかという問題とパラレルだと私は思っています。はい、私からは以上でございます。ありがとうございました。はい、弁護士の伊藤誠から少し申し上げます。今回現状対判決でしたけれども、私は最高裁もすでに3回、今回3回目の違憲状態判決です。衆議院では3回も違憲状態判決を出して、まさに3度も憲法違反の状態で選挙が行われたというこの事実を私たち主権者国民は本当に重く受け止めないといけないんだろうと思っています。憲法が要求する投票価値の平等に違反する状態で選挙が行われた、最高裁がそれを明確に違憲状態だといった3回も判決が出ているのにそれが放置されている、これが今のこの国の現状なんですよ。3度目の違憲状態判決で、私は本当に政治に対して裁判所が最後通知を突きつけたというふうに考えたいと思っています。今回の最高裁の今回の訴訟で今までの裁判と違うところ2つ私あると思ってるんですね。判決というよりは今回の私たちの裁判の意味です。1つは原発の問題やそして安全保障法制の問題など、国民の意思をいかに政治に反映させるかということがとても大きな問題となっている、そういう今この事態でこの裁判が行われている。さらには立憲主義という言葉が国民に少しずつ広がりつつある、この今の時代にこの裁判が行われている、これが一つ目の意味です。もう一つは今回初めて全国295全ての小選挙区で原告が立ち上がって裁判をしているということ、この2点は今までになかった大きな特徴です。1点目の部分のところは国民の意思、民意をいかに反映させるかということが、この国の在り方を決めるのは誰なんだ、政治家が勝手に決めるのか、それとも主権者国民がこの国の在り方を決めていくのか、最終的には憲法改正というものを主権者国民が自らの意思で行うのか、それとも違憲状態で選ばれた無資格者である国会議員が勝手に発議などして、それに国民が引きずられていくのか、一体この国がどういう国になろうとしているのかというところで決定的に重要なことなんですね。あくまでも主権者国民、国民が主権者なんです。だから民意を反映しないといけないんですよ。そういう、極めて重大な局面における判決であったということにおいて、判決文を見ますと今までの最高裁の判決とは異なること、新しいことをはっきりと言っています。同じように政治に対して要望する、言葉が分かれば一人別枠方式の構造的な問題は最終的に解決されていない、これはもう25年の2013年の判決の時から最高裁は言い続けていることなんですね。ですから弥縫策に過ぎないと、ゼロ増5減をやったってそれはダメだと、一人別枠方式の構造的な問題が解決されていないんだということを25年判決から言ってますし、今回もまた同様です。ですからあそこが解決されているとは言えないということ、設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとは言えないということもはっきり今回言っています。そこは共通なんですね。ですが25年判決まで今までの最高裁が言ってこなかったこと、それを今回政治部門に向けて言ってるんですが、
それは判決文の18ページあたりに出てくるんですけどね、国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であること等に照らせば、より適切な民意の反映が可能となるよう、国会においては今後も前議と通り衆議院に設置された検討機関において行われる投票価値の交差のさらなる縮小を可能とする制度の見直しを内容とする、具体的な検討と集約が早急に進められて、取り組みが着実に続けられていく必要があるというべきである。政治部門に対して要望してるんですけど、その中で国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤だということ、さらにはより適切な民意の反映が可能となるように、するんだ、国会において是正しろと、見直しをしろと言っているんです。すなわち現在はより適切な民意の反映が可能となってない、適切な民意が反映していないのではないか、やはり最高裁もそういう思いを持っているから、あえて今回こういうことを書いてるんだろうと思うんですね。で、それは先ほど、久保利弁護士の指摘にもあったように、千葉裁判官もまさに正当性が厳しく問われることに今なってきているということ、国民の主権者意識を強く生じさせるようになってきている指摘があります。さらに、大橋裁判官は、その反対意見の中で、現在のその民主的政治過程の歪みは重大と言わざるを得ないということをはっきりとこう指摘をしているんですね。まさに今民意が適切に反映されていない、民主的政治過程の歪みは重大である、これが今回反対意見もそして補足意見もそして法廷意見も共通の裁判官の認識なんだろう、私は思うんですよ。大法廷の多数意見の中にも適切な民意の反映が可能になるようにしろというふうに言ってるし、千葉裁判官はその補足意見で正当性が厳しく問われることになってるぞ、そして大橋裁判官反対意見で民主的政治過程の歪みは重大だと言ってるわけです。ですからこの最高裁の判事は今この時代において民意を反映しなければいけない重大な政策課題が山積みの時にね、民意が適切に反映されてないんじゃないか、これじゃ民主主義の国とは言えないぞということを暗に政治部門に対して突きつけ、そしてまた国民に対しても、そこをしっかりとやっぱり私たち自身が自覚しなければいけないというメッセージを出しているのではないか、私はそう思っています。それから2点目の295すべての選挙区で、今回原告が立ったという点については大橋裁判官がその反対意見の中で全選挙区にて訴訟が提起されている、そこで、その事情判決の法理というようなものは扱えない、自分が前の25年判決で指摘した問題は生じないと言っています。すなわち295全選挙区で訴訟を提起したということには事情判決を封じる意味があったということを認めてくださっています。まさにこの問題は一部の変わり者が裁判やってんじゃないんですよ。変わり者原告やまたちょっと一風変わった弁護士がね、なんか好き好んで、ずっとこんなことやってると、いやそういう話じゃないよということですよ。どんな過疎地域に住んでる人でも大都会に住んでる人もこれはおかしいと、民主主義の過程が歪んでしまってるんだから、それは国民が主権者とは言えないでしょう。それで原告が全ての選挙区で立ってるわけです。そのことの意味もぜひ報道の皆さんたちには伝えていただきたいなと思うんですね。私たちが6年前始めた頃とは記者の皆さんたちのメンバーもだいぶ入れ替わってますよね。当時は私たちこの選挙をする前、裁判をする最中何回も記者レクをさせていただきました。記者の皆さんたちなぜ2倍はおかしいのか、今回国の側は人口過疎の地域の声も反映させなければいけない、だから
まあ、政府が国がやってるこういうものにもね裁量の範囲内で許されるんだということを言ってるわけですよ。一般の市民の皆さんたちは過疎地域の声を反映させるのはやっぱり必要なんじゃないか普通思っちゃうじゃないですか。それがどんだけ間違いなのかということはここにいらっしゃる記者の皆さんたちが本当に腹の底からねそれはおかしいということを納得していただかないと記事書けないですよ。やっぱり過疎地域の声も反映させるのが民主主義なんじゃないの、だって少数派の少数意見も反映させないとおかしいよねとほんのちょっとでも思っちゃってたらこの問題の本質は全く分かってないっていうことですよ。いいですかね、この問題の本質がどこにあるのかということを皆さんが本当に反則から分かってなければ記事書けないですよ。正しい記事が今回判決ではその国側が言った少数意見を反映させなければいけないっていうことに一切触れてないです。当たり前ですよ、最高裁はそれ否定してんだから。23年判決25年判決でそういうやっぱ地域性に関わる問題でこの一人一票それを歪めてはいけないっていうことはもう判決が何回も言い続けていることですから、過疎地域の声を反映させるために一票の不平等が生じてもいいんだっていう発想はもう最高裁が繰り返し否定してるわけです。だからそれおかしいからですよ。でも一般の感覚すればいややっぱりね山間部の過疎地域の皆さんの声を反映させなくてはいけないじゃないですか、それも民主主義ですよねとつい思っちゃうじゃないですか。それが間違いだっていうことを皆さんが伝えないとこの国変わんないですよ。なんで間違いなのか分かってますよね。いくつも理由はありますよ、いくらでも理由は挙げられますけども、ね、憲法はどの選挙区から選ばれようが43条1項で全国民の代表ですから、国会議員は選挙区の代表ではありません。国会議員は選挙区の有権者の声を反映させることが仕事なんかじゃないぞ、まずこれが憲法43条1項の要請です。それから少数意見を反映させましょう、もっともらしいですよね。でも山間部に住んでる地域的な少数者の声だけを反映させる合理性がどこにあるんですかということですよ。世の中にはいろんな少数者がいます。障害を持った方もいらっしゃれば、もう年収200万以下で苦しいんですけどという貧困にあえいでる少数の方もいらっしゃれば、性的なマイノリティという少数の方もいらっしゃれば、そういう人たちの意見を反映させるためにそういう人たちはじゃあ2倍2票上げましょうか3票上げましょうか、誰もそんなこと言わないじゃないですか。じゃあなんで地域的な少数者だけ優遇するんですか、どこにもそんな合理性はないですよね。とうとうこの理屈がおかしいという理由を挙げればいくらでも挙げられます。だから最高裁はそれは一切理由にならないということを23年25年判決で言ってるわけですよ。それを国がまた持ち出してきたんですよ今回弁論で。それはそういうことを言うと国民がそうかなって思っちゃうからですよ。なので皆さんたち記者の皆さんたちは本当にそこ勉強してください。そしてそれおかしいということを納得した上でじゃあこの問題の本質は何なんだ、主権者が国民なのか国会議員なのか、主権者国民の多数で多数決が行われなければおかしいでしょ、それを判例は最高裁はね先ほど言った通り民意が適切に反映するようにしないとダメだということを判決の中で繰り返し言っているということなんですよ。2倍2万ならば許されるというのはどんなにバカみたいなふざけた話なのかということはちゃんと腹の底から分かってくださいよ。本当に 0.49 はダメだけど 0.51 票でいいでしょ、 0.51 票あなたにあげるから我慢しなさいというのが2倍2万ならば許されるって理屈ですからね。そんなの納得できる人いないですよ。犯人前扱いで我慢しろというのが2倍2万ならば許されるという理屈ですからね、そんなのは民主主義の国では全く通るわけがない。まあ、今回の判決は違憲状態の判決は3度目、衆議院で3度目の違憲状態の判決です。繰り返しますが、民意を適正に反映させる制度を作れということを最高裁がはっきりと政治部門に要求したんだ。それに政治は応えなければいけないし、主権者たる私たち国民もそれをしっかり意識して次の選挙そして国政を監視するという主権者の役割を果たさなければいけないんだと思います。ちょっとよろしいですかね、先生。
取らせていただきます。お願いします、はい、私です。非常に重要な論点が今一歩先生が指摘されてるんですね。というのは民意の反映っていう言葉なんです。民意の反映、民意の反映っていう言葉だとすぐ頭の中に浮かぶのは過疎地だとか農村部とか人口密度の低い人の意見もちゃんと中央に届くようにしてあげないとかわいそうだよねという、その点では中央に人数が少ないんだからある程度は優遇してあげないと公平にならないでしょうという議論なんですね。民意の反映、そこで言ってる民意の反映、だから地方の民意も中央の国会に届けるようにしてあげましょうというのが、だから民意の反映が適正に行えるようにしましょう。実は最高裁判例もそう言ってるんです。だけど根本はですね、国家権力から考えていかないといけない。国家権力から、国家権力っていうのは今日も明日も明後日も国家権力が行使されるんです、されてるんですよ。昨日もされてた国家権力を。じゃあその国家権力は何で決まるかというと、56条2項で出席議員の多数の賛成で国家権力は行使されるわけです。集団的自衛権にしてもしかりです。そういう法律を作るにもしかり、原発を止める止めないにしても全て国家権力が決めることなんです。それは56条2項の出席人の多数決だから、多数決で民意は、民意の反映っていうのは国家権力が考える。だから多数の主権者が国家権力を決められるようにして初めて民意の反映になるわけです。多数の主権者である国民が多数意見で56条2項の出席議員の過半数を支持して賛成票を投じさせるというのが憲法のルールなんです。となると民意の反映っていうのは、地方はかわいそうだから少し下駄履かしてあげなきゃまずいよっていうことにな、これやっちゃうとですね、主権者である国民の多数意見で国家権力を毎日毎日行使するっていうことができなくなっちゃうわけです。だから人口比例にする以外に、国会議員の多数を国民の多数が選べるような選挙制度にしないと、国民の多数が国会議員を通じて多数で国家権力を決める、すなわち法律を作ることができない。法律っていうのは集団的自衛権関連法とかそういう重要な法律を全て含むわけです。だから民意の反映ってごまかされて、それはなんか地方の人に声が小さいんだから少し太くなるように下駄かせてあげた方がフェアじゃないのという考えは、少なくとも憲法の建前、憲法56条2項っていうのは多数決で決めると、主権者である日本国民は国会議員を通じて行動するとはっきり明文で書いてあるわけですね。となると主権者の多数が、多数の国会議員を選ぶ選挙制度にしないと、国会議員の多数決が国民の多数決にならない。例えばこの間の選挙でちょっと数字が出てきませんけども、42% の国民が、人口の 42% の国民が過半数の国会議員を選んでしまっているわけです。その差は1700万人もあるわけです。だから1700万人少ない人が多数の国会議員を選んじゃってるわけです。これが今の選挙制度なんです。これを直そうというのが我々の裁判です。
どうも、長くなりました。はい、よろしいですか。じゃあ、各社さん質問がある人はどうぞ。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。あの多数の主権者というお話ございましたけれども、あの来年の夏の参院選からですね、18歳選挙権が、まあ、適用されまして、まあ、場合によっては衆院ダブルの可能性もあります。まあ、今回のその違憲状態というのは、その新たに投票に加わる18歳19歳の若者にとってもですね、非常に理解しがたい状況だと思うんですけれども、まあ、こうした若者の国政選挙への投票行動への影響についてはどう思われるのか教えていただけますか。若者がどう考えるか私は分からないですね。若者の心配よりはまず自分の40歳のおじさんおばさんが心配した方がいいんじゃないですかね。投票をずっと考えちゃいないんだから、正直言って若者がどうこうというよりはですね、むしろ50、60、70、80の大人がこの問題を真剣に考えているかどうかだと思いますよ。伊藤先生どうですか、日本の質問には。はい、まあ、今年多くの若者たちがね、まさに民主主義ってなんだ、立憲主義ってなんだ、で政治に対してすごく前向きに捉えるようになったと思ってるんですね。その時に自分たちの一票、政治に対する発言力というものが、まあ、この参議院選挙ですとこちらの票のような形になるんですけれども、まあ、若干是正はされたものの、まあ福井を一票とした時に新潟が 0.33 しかないわけですよね。で例えば東京などちょっと増えましたが、それでも 0.36 ぐらいしかないわけですよ。で宮城なんていうのは、まあ、福島もそうですけれども、あの被災されたあんなところでも 0.3 とか 0.4 の価値しかない。要するに都会を優遇してるとか、ごめんなさい、地方を優遇してるとか都会が不利だとか、そういう話は全くないわけですよね。でまさに、それぞれ住んでる地域によって点でバラバラの一票しかない。ですから本来は自分が持ってる一票できちっと政治に対してものを言いたいと思ってる純粋なその若者たちのそのいわば意思を国がまるで、まあ、ごまかして無視してしまってるわけ。あなたの一票は 0.3 の価値しかないですよ。で子供たち知ったら、ごめんなさい、18歳のね、新しい有権者の皆さんたちが知ったらね、ふざけんなってやっぱ思いますよね。ですから、それは、まあ、特に、何もその年齢で違いがあるわけではないんですけれども、やっと自分は選挙に行けると。で、待ち望んでた、若者もいっぱいいると思うんですよ。でもそれが待ち望んで、政治に発言できるぞと思ったら、それが 0.4 だ 0.5 だ 0.3 だというのでは、やはり民主主義というものに対して希望が持てなくなってしまう、そういう、恐れも多分にあると思います。ですからやはりこれは先に主権者になった者の責任だと思うんですね。これから新たに生まれてくる新しい主権者に対して、今いる大人がきちっとこれを是正して、新たな主権者に対してあなたの一票はちゃんとね、正しい一票だよってことを、認めてやるのは今を生きる私たち大人の本当に責任ではないかと思います。いや私はねちょっと違うんだな。むしろねここにおられる方もこの 0. 何秒って言い方を考えてないんじゃない。一票の格差2倍未満ならいいんじゃないかとかね、 2.1 倍だったらその程度はいいんじゃないかとか、 1.9 倍だったら最高裁もいいというんじゃないかとか、そういうレベルでものを考えて 0.9 1票の格差 1.9 倍というのは実は 0.49 票しかないんだよね、 票で言えばね。だからそういう発想ができてないんですよ。子どもの18歳の問題じゃなくて40歳の人が出てるできるかってできてない、それが問題なんですよ。子どもにいい世の中をバトンタッチしたいどころか、今の人たちは全然気がついてないから直そうって気もないわけですよ。それが問題だし、その深刻さを分かるべき、報道すべきだと私は思いますよ。だそれはいかに難しいかっていうのは我々6年やってるわけですよ。それで 0. 何秒と言ってくださいと必
金切り同様6年間記者会見のたんびに言って その通り記事にならない、このが問題だと思いますよ。記事にならないんですよ、いくら我々は金切り同様挙げても。そっちの方が問題ですよ。ということはそういう問題を論点をクローズアップしたくないからやってんじゃないかとしか思えないですよね。だって記者会見のこの席に乗らんで揃って 0. 何秒って書いてください。だからこそこうなんか我々がやってるんですよ。書かないわけ 0.5 って書いてくださいねってこんだけ言ってんですから、毎回言ってるのに書いてくださいよ。ふざけてますよね。だからそれを言うと2倍だったら 1.8 倍にすれば、まあ、カフサーズのせいで良くなったと。今日来てくださったメディアの中で明日 0.5 とかね、どんだけ表現してるか。ああ、もう何人、読売新聞がちゃんと書いてくれてんのかね。楽しみにしてますよ。現場の皆さんたちはね、書くんでしょうけど、上が書いてられて、2にしろ。私は大きくすると、やっぱり上の方で、やっぱりあの従来使ってない言葉は馴染みにくいからっていうんで、格差何倍直されるんだそうです。だけどね、分かりにくいっていうか、ね、2倍より 0.5 の方が分かりやすいと思うけどね。よっぽど 0.5 票しかないっていう方がよっぽど分かりやすいと思うけど、なんか別の意図でしょ、それは2倍に直すっていうのは。それはあの分かりにくいからという理由でね、格差 1.9 倍に直しちゃうっていうのは、これはね本当に意図的です。もう情けないね。これがだけどこの裁判の難しいところなんですよ。それがやっぱ本質的なんですよ、うん、まさに本質なんですよ、うん、民主主義の根幹にかかるから、うん、民主主義を多数決で、国民の多数決で決めなきゃいかんというのが憲法に書いてある、憲法通りやろうというのが我々。ところが今の日本の国家っていうのは国民、主権者の国民の多数意見で動いてないですよ。世論調査であるでしょ、あれだけ安保法制反対の意見が70度とか何パーセントで世論調査やるのに通っちゃ、国会はなんか 70% は賛成っていうわけでしょ。ずれてるわけです、明らかに。それはなぜかっていうとこれですよ。 0. いくら都会の人、都会の人じゃないよ、こう見てるもういろんな種類の一票ないんだな。これ質問の時間、うん、ちょっと上げてます。はい、どうもすみません。はい、します。IWJ の奇跡と申します。先ほどあの今回の判決の新しいところということで、あの判決の中で民主的歪みが重大であるというような単位があったことが、新しいというふうにおっしゃっていたんですけれども、まあ、候補案の時もそうだったんですが、この政権というのはあの、まあ、立憲性の、立憲性に反しているとか民主的でないというような意見に対しても、まあ、割とあの冷淡にやっていくのかなと思うんですが、今回のこの判決がどれくらいこの政権に対してあの影響があるのかということをあの教えてください。どうぞ。じゃあ久保利から説明します。あの基本はですね、この最高裁判所っていうものが持っている、司法の持っている一番大きな権限というのは違憲立法審査権というものですね。要するに法律が憲法に違反するかしないか。だからまさに今これ一生懸命やってるのは、この区割り法というのが憲法に反するか反しないかを最高裁が判断します、こう言ってるわけですね。で判断したわけです。でその結果としてこの区割り法というのは、違憲だから選挙が無効だという人もいるし、あるいは違憲だという宣言をしましょうという人もいるし、一方で違憲状態ですよ国会議員の皆さんはというところで止めとこうという人もいるし、とにかく最高裁のほとんどの人たちがそう判断して、最高裁がこの多数意見を出したわけですね。でこれが影響を持たないということはすれば、それはあのこの国まともな民主国家でもなければ、司法の権限を決めた憲法の体制を政権が、あるいは国会議員たちが自分の身を守るために壊しているということになるわけですね。でそれはどうなるか、じゃあ一人一票の価値を本当にもたらすような選挙体制を作らない以上は、その人たち仮に今の現状のまんまで選挙があるにしても、そういうやつらを落とそうというふうに国民が本気で分かるか考えられるかというところにかかっていると私は思いますね。ですから最高裁はすごいメッセージを、司法としてはできるだけのものを出そうとはしていると思います。
だったらまあ我々も弁論で言ったように、じゃあみんなもう選挙やり直しと、選挙無効だというふうに言ってくれと言ったんですが、残念ながらそれは多数派にはならなかったということなんで、まだパンチがないといえばその通りなんですけれども、しかしこれでメッセージをちゃんと受け止めなければ、これ全ての政権も政党も大変なことになると思うんです。なぜならば安倍さんだって、安倍首相だって憲法に合ってるか合ってないか決めるのは最高裁しかないっておっしゃってるわけですよね。その憲法がこれは違憲だぞっていうふうに言ってるわけですから、それ変えるためには国会議員も現政権も一生懸命変えなきゃならんという、この義務感が分かんないと言われたら、これもこの国はとてつもない独裁国家ですよね。そういう国なのかと言ったら、民主国家という名前はもう返上しなきゃいかん。いや、僕はね、僕は非常に露骨なことを言いましょう。露骨なことを言うと、すべて最高裁に 100% 責任があるんですよ。違憲状態と言いながら、憲法98条1項にその効力を有しないと明文に書いてあるのに、その効力を有しないと憲法通り、ルール通り判決を書かないわけだから、いっぺんに簡単に解決するんですよ。憲法をルールと見てないんですよ。これが問題です。国会の責任じゃないです。国会議員、政治家の皆さんたちは今回の判決はもうへとも思わないでしょうね。まあ実際は全く無視するんじゃないですか。だって砂川判決を集団的自衛権合憲の根拠にするバカな連中ですよ。法律まともにやった人間とはとても思えない人たちが弁護士を語ってあんなこと言うわけですよ。だからさすがに最高裁元長官でもね、天樹茂さんでもおかしいというわけじゃないですか。そんな連中にこの判決の趣旨や意味が分かるわけないでしょうと私は思いますけどね。ですから全く無視すると思いますね。で問題は要するに違憲判決出さないとダメなんですよ、違憲無効判決出さないと。それは憲法がね、81条に違憲立法審査権を明文で書いてあるわけです。憲法に違反する法律はついては最高裁が最終的にその効力の有無を判断すると明文に書いてある。それをやらないわけですよ。違憲状態と言いながら、で違憲状態っていうのはその効力を有しないとはっきり書いてあるのに判断しないわけですから。だから私が言いたかったのは、彼は途中から取っちゃったんだけど、ポイントはそこにあるんじゃなくて、メディアの皆さんが国民に直接訴えて今日我々が言ってるようなことを、これを無視するってことは、この国は法治国家でもなければ立憲国家でもないんですよということをしっかり伝えていただけたらば、それは彼らも無視ができなくなる。だけど今のまんまほっといて相変わらず 2. 何倍とかそういうことを言っていたらば、彼らは平気で無視をし続けるでしょうと。だからそういう意味ではメディアの皆さんの前で我々一生懸命力説をしているわけであって、だから今日の判決をいいように、言いたいですよ。希望もありますと言いたい。だけど本音を言うとそうじゃないね。今は日本は三権分立をやめたってことですよ。三権分立っていうのは、国会が違憲の法律を作る、選挙法の違憲の法律を作れば、それは裁判所が憲法に従って判断してその選挙法を無効にするというのが三権分立です。それをやらないんです。はっきり違憲状態って言いながらですよ。これは日本は三権分立の国じゃないです。ごまかしちゃいけないです。日本は三権の分立、私は小学校の頃から三権分立っていうのは知ってました。ずっと三権分立と思ってけど、この裁判をやる一昨年ぐらいまで思ってました。だから2年前からどうもそうじゃないんじゃないか。まあね、私も民主主義の国だとずっと思ってましたから。そうじゃないってことは最近よく分かってきたね。無効判決はね、おかしなことも何でもないですからね。昭和51年の判決で6人も最高裁判事は無効はっきり言ってるんですから、無効判決出してるわけですよ。ですからなんか無効判決を出すとね、変わった裁判官だとか、なんか勇気がいるとか、
というふうに考える方が間違いなのであって、当たり前に違憲立法審査権が裁判所にあります。で、違憲ならば効力がありません。98条で1項で無効です。当たり前のことなんです。で、当たり前の判決を出す裁判官はちゃんと過去何人もいたし、昭和51年の判決、事情判決の15人のうち6人と大きいでしょ。6人無効判決出してるんですよ。書いてるんですよ、無効判決を。今回2人ですけどね。じゃあそれ当たり前のこと、それはなんか異常だとか大混乱が生じるだとかそういうデマは流さないでほしいと思うんですね。解散よりもよっぽど影響少ないんですから。比例区残ってるわけです。はい、ここはよろしいですか。はい、メディアの皆さんたち、仲間ですからね。お願いします。本当になんかきついこといろいろ言っても本当申し訳ないですけど、本当にうまく伝えていただきたいと思います。お願いばかりです。よろしくお願いします。はい、